何があっても楽しく楽天的に過ごす。目の前のことに熱中してとことん極める。情けがあって優しい。それが阿波の天水と呼ばれる人です。そんな天水たちが集まり、昭和21年、戦争で傷ついた世の中を明るく踊り抜こうと天水連を作りました。水の流れのように心地よい笛の調べや、自在に変化する鐘や太鼓の響き、そして粋なシャムの音に包まれ、男たちは遊魂覚醒地に自らを湖水し、女たちは水辺に遊ぶ天女のようにしなやかに舞います。天から降り注ぐ水のごとく、踊りは天水たちの体を通り、心を潤し、命のほとばしりとなります。生きる喜びを全身で表現し続ける天水連の踊りをどうぞご覧ください。